さあおはよう寺ちゃんご時代今朝はフランスと結びますフランス在住著実家うららさんですうららさんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします日本はゴールデンウィークの最終日なんですけれどフランスはこれバカンスみたいなものでたっぷり休み取れる時期もありますね そうですね<っ>それにあの特に今年の5月はあれなんですけれども5月<っ>もあの日本みたいにすごい連休が取れやすい時期になってまして<っ>今、私も5日間連休終わったところですねそうですか。か それでまた月曜日、火曜日会社行って、また5日間お休みなんです。いいですすね <laughs> 楽しみででもあの、日本でもゴールデンウィーク、今回もですね3連休あって、中3日お仕事する、もしくはそこも休んじゃって、で後半の4連休で、え長い方、10連休取ったなんて、真ん中休む人いるんですか、フランスの方でも。 もうもうだから私の同僚とかもみんな真ん中休んでもう十五日ぐらい、あ十六、はあ、日かな十五日ぐらいなんか休んでる方いらっしゃいますよ。ええそうですか。うん、でその休み明けに出てきた皆さんの表情ってのはどんな感じなんですか。もうなんか大変そうですよね。ね仕事始めて、ね、そうですよね。もうねすっかりこの <laughs> まあ楽しちゃって,ってって言い過ぎかもしれませんけれども体が休みに慣れちゃってね。 そうですね私も下会社行くの嫌だな思って、えー、<laughs> そうですかえお仕事頑張ってくださいところで <laughs>、はいえー、外遊のため今月1日に日本出発して今日帰国する岸田総理え、今回フランスブラジルパラグアイ訪問しましたフランス訪れた際にマクロン大統領にドラゴンボールをモチーフにした江戸切子のグラスを土産として渡したまあこういうニュースがありますがこれ日本でもこうニュースになってますフランスではどこかニュース として取り上げてるところはありましたか いやもうそれがびっくりする,ぐらいするぐらいどこにも取り上げてな,くてないんですか。何か一つ一つだけあったんですけど<っ>なんかそれはあのこういった政府の話になんと「ドラゴンボール」の話題が出たんだぞみたいな感じが出てましたけどほとんどなかったですねこれでもマクロン大統領が江戸切子「ドラゴンボール」をモチーフにしたこのグラス村ってこれ結構嬉しいもんなんでしょうね。 でも,でもマクロンさんが<っ>あのこれを個人的に所有するわけじゃなくて違違ううんです違うんでですす<っ>大統領がいただくプレゼントプレゼントっていうのは<っ>あのフランス国民が受け取るものなんですね。だから任期中はこのパリの7区にあるあのアルマ保管所ってところにすべて保管されまして<っ>その後に任期が終わった後に美術館などに寄付されることになっています。 そうなんですか。いや、的に個人的になんか持ってったのか、はい、そうじゃないんですね。フランス国民にってことなんですね。そう,すねうん、そうですね。えー、だからフランス国民はやっぱりドラゴンボール好きなので、えー、あのそれが美術館かどこここにどこにかわかりませんけれども、後から見る機会とかがありますので、<ー>あの喜ぶと思いますよ。えー、はい。そういうものなんですね。 じゃあねあのマクロン大統領がもらったなんて情報を得た人あじゃあその少し後日にはなるかもしれないけれども見に行きたいなあなんていうふうに思ってるわけですね。思う方もいらっしゃると思いますそうなんですね<う>、まあ。以前もうららさんにお話聞きました、ね、フランスの方ドラゴンボール好きですもんね。 そうですねやっぱ人気ありますから、えーえー、ねまたその「ドラゴンボール」すごいお土産として良かったと思うのは、えー、なんか他の国の方ってなんか宝石とか絵画とか持ってくるんですけれども「ドラゴンボール」えー これはもう完全にあ漫画だこれは日本から来たってわかるもんじゃないですか、はいええ、ね絵が見たってそんなすぐわかりませんけれどもわかる人はわかると思いますけど、はい、でもだからあの国民的にはそういう品物って素敵ですよね、ええ、いいなと私は思いますよ<ー>、はい、でも浦原さんの今のお話聞いてやっぱり、まあのアニメだとか漫画だとかいろんなこの外国の方にも愛されるようなものを持ってるって強いですね。 強いと思います。ね、もうなんかね、そんなま見つかりしちゃいけないんですよ。絶対。えー、ものすごく強いコンテンツなんで、断絶、えー、にしていってほしいと思います。そうですね、はい。はい、浦原さん、うん、今朝もいろいろお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。ね、よろしくお願いします。 おはよう、てらちゃん。今朝、ご時代はフランスと結んでいます。フランス在住、著実家、うららさんです。うららさん、今天気のところで、ふみたきさんとおっしゃる方。タイからですね、x これポストしてくださって、えー、今、タイのノーンカーイは現在、三十九度、最高気温が四十一度になるという風うにいただいたんですが、す今、フランスって何度くらいですか？そうですね、ねなんか、今日、は日中暖かか、暖かか,かった時なんですけども、えー、今、雨が降って。 で、はい、あの十、ー、三度くらいまで下がりましたね。ああ、十三度だとちょっと肌寒いかなぐらいですかね。そうですね。ねなんか水曜日まで雨で、また水曜日かお天気になるみたいですけど。そうですか。はい、ありがとうございます。はい、さあ、それでは朝刊トップファイブ行きましょう。産経新聞、旧文通非公開、各党と議論。 岸田総理は日本時間の昨日ブラジル・サンパウロで、その記者会見に臨み、国会議員に月100万円支給される調査研究広報滞在費、旧文書通信交通滞在費の扱いについて、早期に結論を出せるよう、各党と議論すると表明、議論の対象として、支出可能経費の確定と公開の在り方を自民党に指示したと、改めて明ま 言しました読売新聞高速料金変動制に政府は渋滞緩和のため高速道路の料金を時間帯などで変えるロードプライシングを2025年度以降全国へ本格導入する方向を固めました。 料金は安くする場合最大で現在の半額とする方向です6月に策定する経済財政運営と改革の基本方針いわゆるホデムとの方針に考えを盛り込みます日経新聞トラック全国共同運送 日本郵便と性能運輸が長距離輸送で協業することが昨日わ分かりました両社のトラック1万台に荷物を混載して運んで他社の荷物の受け入れも検討すると1台あたりの積載率を高め効率的に運送できるようにします ドライバーの残業制限に伴って輸送能力が不足する2024年問題に悩む物流業界で大手同士が連携する動きが広がってきたと記事には出ています。毎日新聞イススラエルとハマス休戦交渉顕著な進展 パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスとイスラエルの休戦に向けた交渉をめぐってハマスの代表団はおとといエジプトの首都カイロで仲介するカタールエジプトと協議を開始しましたエジプトメディアは顕著な進展があったと伝えていますがハマスが求める戦闘の終結に関しては双方に隔たりがあると見られ爪の交渉を続けている模様ですスポポーツニッン 唐十郎死去演劇界の革命児と呼ばれ劇団唐組を主催する劇作家で俳優の唐十郎さんが一昨日午後9時1分急性肛膜下血腫のため東京都中野区の病院で亡くなりました84歳でした葬儀は近親者のみで取り行うということですはい以上が長官トップ5でした さて、えー、フランスの著実家ウララさんに改めていろいろお話を聞いていきます今月1日と2日フランスを訪れた岸田総理産経新聞ではですねドラゴンボール外交という見出しの記事もありましたまあ、先ほど、えー、マクロン大統領に、えー、江戸キリコのグラスをプレゼントしたという岸田総理ですが、えー、日本時間の2日当たるフランスあたる首相と会談し3月に 死去した漫画家鳥山明さんの代表作ドラゴンボールのコケシを贈呈したといいますえフランスは日本に次ぐ世界2位の漫画市場と言われていてドラゴンボール人気は根強いです、えー、鳥山さんの死去をめぐってフランスの政治家が相次いで潮位を示した経緯もありまして改めて鳥山さんの作品がえ日本とフランスの橋渡し役の一翼を担っていた現状こちらが浮かびました、まあ、このように記事にも 出ていますねアタル首相は自身がフランスと日本の友好議員連盟の一員で日本に親近感を有していると説明していて奈良に訪れた思い出などにも触れたといいますまた鳥山さんの死去に調位を示し多くのフランス人がドラゴンボールなどの漫画に慣れ親しんでいると語ったと言われています以前出演していただいた時きウララさんにフランスのドラゴンボール人気 まあこのものすごさを伺ったわけなんですけれども、アタル首相もこのフランスと日本の友好議員連盟の一員であるということもありまして、やはりうららさん、ドラゴンボール好きなんですねららさん、本当にそこまでドラゴンボール読んでるかはちょっとわかりませんけれども、えー、でも若い方は、本当に日本の好きな方、すごい多いんですよね。はいえー だからドラゴンボールももちろん、ねえー、その中の一環としてあのどこかで、ね、いっぱいシリーズありますからね、はい、見てるのかもしれませんけど、えー、ねやっぱり素晴らしいですね。 ええまあそしてですねそのあたる首相との会談の後岸田総理はマクロン大統領とも会談し自衛隊とフランス軍が互いの国を訪問しやすくする円滑化協定の交渉入りで合意をしたと言います、えー、円滑化協定の交渉入りは四カ国目となりますインド太平洋地域での共同訓練を活発にして安全保障の協力を深めるとまたスタートアップへの投資拡大や信頼 ある ai 人工知能についても意見を交わしたとしたされています、えー、今回の岸田総理の訪問ですけれどもまあ、このあたりもどうですか浦田さんそのフランスのニュースとしては全然そこまでニュースになってないんですねはいで、まあでもでももちろんね前提としましてあのフランスと 日本っていうのは友好国ですので、はい、既に信頼し合っていますしそ、はい、こまで何か策略を一緒に練ったりとかっていなんか交渉しなくちゃっていう必要もないんですね、ええ、からあの必要なことだけ話してこれですこれですこれです,れですと終わってそれで終わる話なんですけども、はい、あ,のあと同時期にこの中国の今来てるんですけどあの習近平国家主席がいらっしゃるので、ええ、やっぱりねなんか。 日本とフランスはインド太平洋地域への共同訓練を行うってことを話し合いとかしてますから <えっ S 1> そこで日本を目立たせてしまうと中国を刺激するとかって言って避けて,て。 かななっていうな感じはしますねそうですよねだってくしくももう5日もうすでに中,近平中国習近平国家主席は入ってますもんね。で明日の朝っていうか日本でももう月曜日ですけど月曜日に、はい、あのビレネ山脈でお話し合いするんですよ<ー>でだ。だって岸田さんはパリでワーキングランチってだけでご飯食べただけなんですね。えー、だけど あの中国はあのマクロン大統領の,あの祖母が住んでいたところがピレネ山脈だったんですけれどもそこに何回も小さい時に行ったことがあるらしくてその自分が馴染みがあるところに呼んでお話しする予定なんですよ。はい、だからあの一応ねその親近感をこうねこう深めることが の目的なんじゃないかとかというふうに言われてますけれども、あ、えーはあそうなんですか。ピレネー山脈の景勝地を訪れて、まあ綺麗な景色の中、はなわって話しましょうみたいなことなんでしょうねきっと。そうですね。だって中国ってやっぱり要注意な国じゃないですか。はい。えー ね、そのよ領土問題もありますし、あとロシアの関係もなんかありますし、ええ、あとどれだけ、ね、お金を落としてくれるかっていう、はい、もう、だからやっぱりもう慎重さもすごい慎重に行ってるって感じで、でもなんかフランス国民の感情としては、あまりよく受け取ってはいないみたいです。ねねそうなんです、ねええ ああそうですか。全然ダメなんですよ。えー、人気はないですね。あんまり。<ー>うん、中国はね。でもニュースとしては結構習近平中国集金ペック国家的来仏なんていうのがあるわけですね。出てましたね。はいはい。まあそしてまあどういうこの外交を行っていくのかっていうようなところは注目されてるわけですね。そうもですね。それもなんか昨日ぐらいまでどんな話し合いをするのかもわか,か,からないとかっていう出てましたので。 本当に今日明日とか出るんじゃないですかね、まだ話すことは大体決まってると思いますけどフランスといえばですね、まあ、ヨーロッパ、EU の中でも、えー、この外交路線というのは独特のものがあるなんていうふうに言われてますけれどあとは経済的にいくとやはりあのエアバス売りたいとかいいろろあるんでししょうしねそれはもちろんある,、ね、あると思いますね、えーうん。あと中国からの旅行客もすいいフランス多いですし えー、やっぱり仲良くはしなくちゃいけないのはもちろんですけれどもやっぱりでも厳しくしないとか厳しくしなきゃいけないので、はい、その辺りのバランスを絡めてお話し合いするってこと慎重にお話し合いをするってことじゃないですかね、はいまあ、今回中国習近平国家主席はですねフランスセルビアハンガリーを訪問する予定だということなんですね。となると今うららさんのいろいろお話聞いて、まあ、あのフランスでえ岸田総理はでいろいろこの n 説等々もしたとということもありますがその中国の習近平国家主席が、えー、来るという、まあ、順番的にはまず岸田総理が行ってその後に中国の、まあ、習近平氏がフランスに行ったということはある意味、くさび打ち込んだみたいなところもあるんでしょうかね。 そうですね一応固めといて、えー、その後に来るみたいな感じ、はい、そうですねそういう意味もおそらく日本の岸田総理のこの動きには、えー、意味としては入っていたのかななんて感じが今いたします。 ところで、はい、eu ・ヨーロッパ連合統計局が先月三十日発表した。一月から三月のユーロ圏 gdp は、前期に比べ、零点三パーセント増でした。ちなみに、市場予想は、零点一パーセント増でした。また、これとは別に発表された。四月のユーロ圏消費者物価指数。速報値は、去年の同じ月と比べ、二点四パーセント上昇し、前の月の上昇率及び市場予想に一致しました。 ユーロ圏は去年夏季にマイナス成長が続き景気交代リセッションに陥りましたしかし1月から3月はドイツ、フランス、イタリア、スペインが揃って市場予想を上回る成長を果たしユーロ圏全体でプラス成長を確保したと言われますインフレ足踏み、経済復調ということなんですがうららさん、フランスでお暮らしになって実感何かありますでしょうか。 いやーガソリン代高いです。お肉も高いし、えー、野菜も高いしトイレットペーパーも高いんで、えー、全然時間はないんですけれども,、はい、もあの企業の方の話とか聞いてますとなんか景気はいいようなので<ー>あのこれからなんか良くなっていくんじゃないかなとはは確かかに感じそれは思いますそそれ思いねうか企業が、まあ、先をこう、ねえー、見通す意味では、うん、良くなっていくんじゃないかというような そ,のそうですね企業が、ねここね、よければ、ええ、そうお金あの給料とかもやっぱ上がっていきますから、ええ、そうなんじゃないかなとは思いますけれどもでもあの庶民としては全然時間ないですね。そうですか、うん、はい さてその EU といえばですね、6月にヨーロッパ議会選挙があります。えだいぶこの議席も受け家してきたなんていうニュースも日本でもちらほら見聞きしておりますが、うららさんの X でポストでこの気になる内容がありました。えその内容、フランスの18歳から34歳の若者の76%が EU の選挙には投票するつもりがないというもの。76パまあ18歳から34歳 若者ではありますけれどこれそういった調査があった一体どうしてこんな76%も選挙には投票するつもりがないという結果になったんでしょうかさんまず EU のことについてあまり興味ないというのは一つと。 ね、あとお天気がいいんですよ、6月とかって。はい、だから週末、もみんな出かけちゃって、選挙なんか行かないんですね。はい、だから特に若者はもう全然選挙行かなくて、行、えーうん、くとしたらやっぱりご年配の方なんで。えー はい。うそ、ん、なんか、それで、それでも、あの、全体でこうアンケート取って47。四十七パーセントしか行くって答えてないので。はい。そんなに行く予定はないみたいですね。はこれ、ヨーロッパ議会選挙っていうのは、うん、あの、例えば、期日前投票云々っていうのはあるんでしょうかね。もちろんある、あ,あると思いますけれども。えー こ,こまでで頑張らないですよねあそうなんですね確かに今投票率とかね、うんえー、お聞きしても4050もいかないんだなっていう、えー、それをあの全部ひっくるめてそのお、まあ、投票率ですもんねまあ若い人は確かにね、うん、いいお天気だったらみんなでこうね、うん、じゃあ行こうぜみたいな、うん、そんな感じですもんね。 まあ残りの24%の方は真面目にというか、うん、しっかりとこのねこの先を見据えて投票にね,行,ね、はい、行く人もいるんでしょうけれども、うん、まあこういう数字でこれはもうしょうがないなっていう感じですか。 世の中としても,そうですもうど、もうどこの国も同じだと思うんですけれども。えーはい、もなんか若者はあんまり選挙に興味ないんですよね。<ー>難しいですよね。なんかやり方を変えていかないと。<ー>ね、そうですね。えー、まあ、他のね、あのー、ところだと、ポイント制にするとか、何か少しこう、雨みたいなものを。 プラスしたりとか、うん、あの手この手苦労してるみたいですがね。そうですね。まあでもそれは本来そうあるべき姿なのかしらなんて思いますしね。はい、浦原さんまた後ほどお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、まよろしくお願いします。 さてこの時間、まずはですねメーデーの日にパリで大規模デモというニュースからです。今月1日、労働者の祭典、メーデーの日にフランス・パリでは大規模なデモが行われ参加者の一部がオリンピックの開催に抗議したほかの警官隊と衝突しましたパリでは労働者らが広場に集まり賃金と労働条件の改善を求めデモ行進をしたといいます。 今回のデモは、えー、オリンピック反対、労働環境改善など、うららさん抗議内容がいろいろあったそうですね。そうですね。えー、あとねあの今あの特に求心左翼の方がすごい多くデモされていて、えー、あのフランス内務省の発表ですと12万人以上がデモされてたって話なんですけれども、えー、あと今ねあとなんかイスラム左翼とか呼ばれてますけれども、はい、あの新パレスチナの パレスチナの支持を訴える方々も参加されてまして、はいまあ、いろんなことを訴えるデモにな,りなってましたねただ、今年夏にもう,もうすぐですから、夏ねえあと2ヶ月ぐらいですが、はい、夏に行われるオリンピックへの反対これ、まだ結構あるんですか。 いやでも日本でもそうでしたけれども熱心な一部の方はもう政府がやること何でも反対なんですよ、はい、だからもう反対される方はもう最後まで絶対いいいますすね間違いないです、えー、あそういう、うん、あの感覚で皆さんにも受け取られているっていう感じなんですね。そうです、ね、だってやっぱり、ねえー、オリンピックスの楽しみにしている方も大勢い,いますし、はい、そういう人はあんまり出てきませんけれどもしょうがないです、ねはい、あしょうがないという感覚ですね。はい さあそれではここからうららさんにはこのテーマで話を聞きます。パリオリオンピックに向け限界体制今年7月から9月にかけてパリオリンピックそしてパラリンピックが行われますがパリもうかなり限界態勢になってるんですか ううですねもうパリはもう開催地ですし、はい、あの警備も増やしまして危なそうな人たちを摘発したりですとか<え>もうかなりもう限界態勢になってますね。今はね、はい、というと、うん、その今、デモのお話も聞きましたが警察によって一時、デモが禁止されるなんていう事例もあるんですか そうですね4月21日の日曜日にあのパリで人種差別とイスラム嫌悪に対するデモ行進っていうのがあったんですけれども、まあ、これはもうなんか一時警察によって禁止されたんですね。はい、でも最終的に裁裁判判所所で審議されてその禁止命令をあの裁判所が やってます。ってことで今更新ができるようになったんですけれども、あのなんかかなりこの話は物議を呼んでました。<う>はいえ、そのデモについて、警察はどうしてそこまで警戒したんですかね。うん、いや、やっぱり今ほらもう,もうその時特にね。あのイスラエルとパレスチナの紛争してる上にイランがミサイルまで発射して、もう1食即発な状態だったんですよ。はい、で、えー、そういう状況を。そういう状況、その海外の戦争の状況を。 デモに持ち込まれて、歌舞、はあ、行動されたら、もうパリめちゃくちゃになるじゃないですか。はい ねえ、あとも、それプラスも、そのパレスチナとかイスラエルの問題でイ、イスラム嫌悪の人たちがいて。で、その他にもパレスチナ活動家の人がいて、で、はい、それプラス、警察に対する暴力を非難する団体とかも。なんか50、五十、五十回ぐらい、なんか集まったデモだったんですね。はあええ、でも、こんなもんさしたら、もう大変なことになると思った。警戒して禁止したんですけれども、結局ね、ええ、あの、許可されちゃいましたけれども。はい。うん、ええ。それ、あの、今、禁止。し ただけれどもその訴えて裁判所が却下という運びになりました。デモが禁止になるケースというのは結構多いんですか。そうです。だってだってほら最近デモってデモナトってもうマリンが破壊されて大変じゃないですか。えーはい、そうですよね。 デモ隊に紛れ込んだボートが破壊を繰り返すってこともすっごい多くなりましたしブラック、えー、ブロックっていうんですけれども、はい、だからもう,もう最近ではもう公共地図を見乱す危険性が高いって判断されたデモは警察から禁止命令が出ることが多,かった<ー>多くなったんですね。はい、でもほらややっっぱぱりり裁判所はやっぱりデモの あの権利とか自由とかあるのはもちろんなのでそれを犯すことはできないので、はい、あの本当にし大丈夫だったら大丈夫というかそこまで危険ではないと判断した場合は許可することに許可するんですね許可、えー、しない場合も、えー、裁判所が許可しない場合ももちろんあります。あ,あるんですすね、えーはい、ありまそういった経緯を経て再開された人種差別とイスラム憲法に反対するデモこちらは混乱はどうだったんでしょう起きたんですか いやまあなんかもう、いや、いやもうなんか全然あの問題は起きてなくて、え<っ>いやもうなんかデモの戦闘で警察は人殺しとかって声張り上げてましたけれども、はい、でもそのデモよりもあの前日に行われたアフガニスタン移民のデモの方がなんかひどかったぐらいで、日曜日のデモはそこまでひどくなかったですね。ええ、ああそういう状況なんで、この件についてメディアの反応とかっていうのはあるんでしょうか。 いや,いやなんかすごい不思議だったんですけれども<っ>その土曜日に行われたアフガニスタンの移民のデモもその日曜日に行われたあのイスラム憲に反対するデモも<っ>ほんとなんか流れてこなかったっていうかあんまり放送報道されなかったんですね。はい、で,で反対にだからなんか国会議員の人もなんでこれを報道しないんだとかって言ってる人がいるぐらいで,っでもやっぱり私思うんですけれどもあの現在ほらテロ 世会レベルも最高度にあのレベルに引き上げられてるじゃないですかまずオリンピックがありますので、ええええ、やっぱりそんな大きな大会を目の前にしてやっぱりスラム教徒とかを刺激するような報道っていうのは,は<ー>回路って言われてるのか自主的に控えてるのか分かりませんけれどもやっぱり控えてるんじゃないかなって思いますね<ー>ここまで流れてこないことなんて ですか今までもああって流れてくるんですけど、ええ、もうあんまり目につかない感じで,、ええ、でやっぱりねイスラム関連の話題ってすごいもうなんかあのセンシブルな話なんですよ。はいええ、それプラス中東情勢が加わったんで今何かあったらもうフランスもすごい問題を起こす火種はもういっぱいあるわけですよ。ええ が、そういった報道も議会体制が取られてるんじゃないかなと思いましたね。はあはい、うんま、これでもそもそもなんですが、今回のでも人種差別とイスラム圏への反対、こちらが主題でした。フランス社会の一部イスラムへの剣を偏見の風潮があるということなんでしょうか？ いや、もう、なんか、フランスというか、ヨーロッパには、イスラム教徒の偏見、すごい、かなり根強くて。強いもう、なんか、そんなね、そんなね、歴史の話したら。もう、なんか、あの、テレちゃんの番組も、一時間なんて、すぐ終わっちゃうんで、そんな詳しい話はできませんけど、ね。ああ、えー、すごくした国になんか、一番、その、なんか、強烈、強烈だったのは、やっぱり、15世紀ぐらいから始まった。ヨーロッパのキリストの軍と、オスマン帝国軍の衝突の影響が大きくて。えー、この戦いで、ヨーロッパ。 人々っってていいううのははイスラム教徒はつで略奪的っていう思想がすっごい定着しかし、ねえー、その後にイスラム教徒の土地を植民化してあのヨーロッパに移民としてやってくることになったんですけれどももうなんかもうそこですでに偏見に満ち溢れてたので、えー、ヨーロッパではあの劣悪な環境下に置かれるみたいな感じの生活を送ってて。 でそれで常に多くの問題を抱えて生きることになって一部は過激化していったみたいな流れありますしね、はあ、ういうフランスでは2015年ですね、今から9年前ですか、130人が犠牲になったパリ同時多発テロが発生しました。えー、でフランス政府は、えー IS、の テロと断定をしました、まあ、それ以外にもですねいわゆるイスラム過激派によるテロ事件というのがフランス国内で発生しています、まあ、こういった事件というのは一部の過激派によるものなんですけれども、うん、イスラム教へのこの偏見を助長している面というのもあるんでしょうねありますよねだってなんか2020年に起こった事件なんかは、はい、あの中学校の教師が授業を フランスのディネを教える授業をしただけで、えー、したっていうか、その時に、あの、表現の自由の授業中に、あの、シャルリー・エブドンの掲載されたイスラム教の、あの、ムハンドの風刺画を見せたっていうのが原因なんですけど、こ、はい、それを見せたってだけで、あの、そこで欠席して、それ聞いただけの生徒が SNS にそのことを載せて、はい、で、それを見た、あの、なんかちょっと、あの、過激派しちゃった、もう全然知らない人が、遠くからやってて、 で、じあの教師の首切っちゃったんですよ。首切って、おっしゃったんですよ。もう、それは。えー、だって、その授業しただけで、えー、授業しただけで、そんなことされたら。えー、そりゃ、ちょっとおかしいじゃないか。そうです、ね。え恐ろしいですよね。そう <laughs>、えー。そうか、それが、四年前ぐらいですか。 そ,うでそれがもう今もう象徴的な事件っていう形でね、ええ、あの話されるようになってるんですけれども、ええまあ、そういったうららさん、うん、学校での事件やトラブルっていうのは多いんですかそうですねだってまあそういうのすごい何かが頻発ありまして小さい事件ですけどありまして、ええ、で今年の3月にもパリのある学校であのフランスは大してって規則がありまして政権ぶりの原則がありまして学、はい、校内とかあの公共施設の中ではあの 宗教を目立たせるような洋服とか着ちゃいけないんですね。はい、だから、学校やイスラム教徒の、あの、そのスカーフみたいな。ビはい。か被ってきて、はい、いけないことになってるんですけれども。ええ、だから、国の法律で、学校の規則で決まってるから、校長先生が注意したところ。<え>また、そのね、生徒がね、S. N. S. に上げて、その時に予告出したんですよ。はい。<laughs> で、それで。まあ、まあまあ、一応ね、丁寧。に 退職する予定だったので校長先生も身の危険感じちゃって退職したんですね。ええ、で国の法律で決まってるのにもかかわらずそれ,を、ええ、それはそうですよって言ったらんんな殺人予告されちゃうだあとフラ,ンスのフランスにいるのにフランスの法律よりもイステラム教の規則のほう上になっちゃうとおかしいじゃないですか。おかしいですね ですから,から、ね、フランスのもともとルールがありますそれは特に学校で政教分離という原則にのっとって学校の中ではいや外だったらいいですよとヒジャブかぶっても何しても,で、ね、でも学校の中では、はい、そういう宗教的なものはやめましょうね、うん、というルールがあるでそれを校長先生が注意して殺人予告ですもんねそう、えー、それはなんか、えー、そ,そういうのでなんかやっぱり揉めちゃうんですよね。はあはあ でま,ずまたそれだけじゃまずイスラム教もそういうふうにやってくるだけじゃなくて、ええ、あの学校の外ではビジャブとか来てもちろんいいし、いいね、あの観光客の人が来てもいいわけなんですけども、はいええ、なんか勘違いしちゃったフランス人が、ええ、あの学校の外でそんなビジャブ着てる人に対して、なんか、文句言いに行ったりとかすするんですよあそこはそこでまたね。 それでまたなんかあのイスラム教徒をんか刺激しちゃって、はい、もうなんか問題問題を起こしちゃって、えー、なんかもう本当にそういう問題がボコ,ボコボコボコ出てきて緊張関係になっちゃうんですよね。あ<ー>そういういことがあるんですね。えー まあですから、ね、あの一方ではいや、なんか迫害を受けてるみたいにこう感じてもう一方ではいやいや、これフランスのルールなんだからっていう、うん、まあそこで憎悪がこうね加速していってしまうとなると、えー、もうあの予期せぬ何か事態に発展する可能性もあるただ、そんな背景がある中でフランス安全なオリンピックを迎えるためにこれどういう努力というか行動してるんでしょう。 やっぱりすっごいいっぱいあるんですけれども、ええ、あの例えばセ,セーヌ川の周りの建物っていうのはもう全部監視対象になってて、はい、あのそこに変な人が入らないように監視する予定になってますね。あええであとオリンプ オリンピック関係者の身元調査もやってまして、ね、あの現段階でオリンピックに関わる人っても100万人とかいるんですけれども、はい、もうそのうちの20万人ぐらいの検査は実施されていて、はい、もうすでに160人が危険人物として、だって、もうすでに161人、ちょっと危険な人がいたのちょっと危ないですよね。えー はあ、ででそれで、あとそれプラスにやっぱり危険指数を持ってたりとかあのフランスにエフリキィをもたらすっていうあの外国人の人を今、次々と外国国外退去してましてあ、ええ、あのこあの今年に入ってあの新しい移民法が改正されたので、まあ、それで強制退去させやすくなったすい。はい はい、でだから1月から3月までにすでに38人の外国人が追放されていまして、はい、これは去年の同じ時期と比較して110、増だそうですその中にはなんかクルードの,、はい、の PKK とかっていうテロ組織。はい 人たちもいまして、ええ、でその人たちなんてその強制退去される時に20人ぐらいそのクルドの人が来て<え>あのシャルドールドドコでそれでなんか3人の,あの空港職員を怪我させてあ,<ら>もうあまりにも気がつかないんで<え>軍が介入して最終的にはもちろん強制退去させられたんですけれども、ええ、なんかそんなことがオリンピック中に起こったら危ないじゃないですか。そうですね えー、はいだからもうなんか今も本当に今時期を早めてできるだけあの多くの人を強制退去できる人はさせるような感じにしてますね。えーまあ、とにもかくにもね、うん、安全なオリンピックこれ第一義ですからね。 さてそのパリオリンピックも迫ってきておりますがこんなニュースも入ってます、えー、フランスのパリで今年夏、もうすぐで4月開幕のオリンピック・パラリンピックでトライアスロンなどの競技が行われるセーヌ川の水質改善に向けて巨大な貯水施設が完成したとで報道陣に2日に公開されたセーヌ川にほど近いパリ中心部の地下に建設されてまして直径50メートル、深さ30メートルの巨大な貯水槽。 です西、えー、ヌ川は今年7月に開幕するオリンピックと8月に開幕するパラリンピックでトライアスロンあとマラソンスイミングなどの、えー、この競技会場となっていますまあ、ただ市によると市内の下水施設が古いためまとまった雨が降ると処理しきれない下水が溢れて川に流れ込んでいるということでもう、まあ、選手たちが泳ぐには水質の改善が必要だと指摘されてきました、まあ、新たに完成した貯水槽 は競技用プール20杯分にあたる5万立方メートルの雨水などを一時的に貯めることができる5月にも稼働を始める予定5月になりましたねららさん。 2>, なんかもう2年ぐらいかけて建設してきたところで<っ>なんか4月にできるところはまあ5月まで<っ>遅れたんですけれども、はい、まあようやくでできたんですね、えー、だからそこであのその問題になっていたすごい泥水とかが入ってくるのをそこで一時貯めて、はい、でそこで浄化して<っ>あの一応バクテリアとか98%そこで除去して。えーで あの75%は確実にあのその汚い水をきれいにすることはできるみたいですね、えー、一応そういう予定になってますね。えー、でもやっぱりすっ あのまあ、まあ冬はあのいっぱい雨が降るのでほとんどダメなんですけれども<ー>夏はやっぱりそこまで雨が降らないので、はい、多分大丈夫だろうって言われてまして、えー、泳げる泳ぐ泳ぐ分には大丈夫だろうって言われてまして、えー、でそれであのもしもたとえすごい雨が降ってもその時は あ日にちをずらして対応しようみたいなことは言われてますね。あ,あ日にち、あの、最悪のケースでね、もしこの季節外れの大雨が降った時には。日にちも、ずらすことも、うんえー、検討の中に入れてますよということなんですね。はい、ああ、そう、うん。でも、でも、場所は変えないらしいんで、コースの,のね、<対>場所は。綺麗にしないと、うんえー、やめないと、綺麗にならないと、あの、だめなんですけれども。えー そうですか今ちなみにだからそのフランスの方々でセーヌガで泳ぐって人はいないんですもんね。えな,いないですね。だからでも,でも私は思う,け思うんですけども、ええ、も入ってくる泥水はそれでも浄化とかされるんですけれども,、ええ、もうなんかすでにたまった泥がやっぱりほら下の方にあるからそれ,それがなんか汚そうじゃないですか、ええ、私はそれが。 うん、と思うんですけれども、えー、まあ一応、水的には大丈夫そうですね、<う>これがちゃんと機能すればすこの完成式典というのがあって、パリのイダルゴ市長が、かつて泳げたセーヌ川でもう一度泳ぐことは私たちの夢だった、えー、こういうふうにもうレガシーにしたいとまで言ってます。うん、ということは、ね、オリンピックが進んだ後皆さん泳ぐって感じなんですかね。<laughs> 次の、だから来年から、来年から泳げるシステムを作る予定ですよね、場所をね。でも言ったように、冬はメなんですよ、絶対。あそっか、雨が多い。るも雨が多いから、できないですね。でも夏なら大丈夫だろうと、一応言ってますけど、本当にどうなるかまだ実験してないんじゃないですかね。どうですか、フランス国内、やはり盛り上がってきましたか、パリオリンピックに向けて。 えー、なんかでも、報道関係はもうすごい今、オリンピックの話、すごい増えてきましたので、えーあの、盛り上がりつつありますね、確かに。えーはい、だってもう、うん、今、5月になりました、もう7月ですよね、下旬ぐらいからスタートです、ねうん。もう少しですよ、5月の5月の末に、えー、あの西武までのその,あの開会式の予行練習とかもあります。そうなんですか また少しずつ盛り上がってきますよねもうすぐですもんね、うん、はい、えー、今朝はですねご時代おはよう寺ちゃんフランスと結んで著実家うららさんにお話を聞きましたうららさんありがとうございましたまたよろしくお願いいたします、はい、またよろしくお願いします